デンゼル・ワシントンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州マウント・バーノン出身の、俳優、映画監督、映画プロデューサー。これまでに2回アカデミー賞に輝いているほか、ベルリン国際映画祭でも2度の男優賞を、受賞、さらに舞台では、トニー賞演劇主演男優賞を受賞している。2016年の、第73回ゴールデングローブ賞受賞式では、 厚労賞にあたるセシルビー・デミル賞を受賞した。アメリカを代表する映画俳優の一人であると同時に映画監督、舞台俳優でもある。官僚、将校、ジャーナリストなど、高派なインテリで真面目な性格の人物を多く演じている。スパイクリーとの3度目のコラボレーション作、ラストゲームでは、妻を殺した罪で服役中の下 バスケットボールプレイヤーという役柄を演じたが、彼自身もセミプロ級の腕前である。身長は185センチメートル。1989年、グローリーでアカデミー助演団優勝を受賞。アカデミー主演団優勝に最も近い黒人俳優として、その日はいつかと期待されていたが、ついに2002年、トレーニングデーでアフリカ系アメリカ人では、 シドニー・ポワチエに続いて二人目となるアカデミー、主演団優勝を受賞した。デンゼル・ワシントンは、ニューヨーク州、マウント・バーノンで生まれた。姉・ロリースと弟・デイビッドがいる。母親のレニースは、ジョージア州で生まれて、ニューヨーク州・ハーレムで育った。母親のレニースは、美容師として二つの美容院を経営すると同時に、夫が担当する教会で、 ゴスペル歌手の仕事を行うという、当時としては、比較的珍しい職業婦人だった。父親のレブランド・デンゼル・ワシントン・シニアは、バージニア州、デルウィン生まれで、ペンテコステ派の牧師で二つの教会を担当すると、同時に、水道局と地元のデパート、エスクラインでも働いていた。人種差別が合法であった、公民権法施行前のアメリカにおいて、 夫婦は黒人であるがゆえに、理不尽な扱いを受ける新酸を舐めてきたため、三人の子供たちには可能な限り良質な教育を授けようと必死だった、と後に語っている。両親が多忙で家を空けていることが多かったため、デンゼルを含む三人の子供たちは、学校が終わってから両親が迎えに来るまでの間や、週末は、ボーイズガールズクラブに預けられ、 デンゼルはそこで多くのスポーツに熱中した。また、母親が経営する美容院でも多くの時間を過ごし、デンゼルはそこで話を作る面白さを客から学んだ。デンゼルが14歳の時に両親の関係は悪化したが、デンゼル自身と姉はそれぞれ別の全寮生寄宿学校に入れられていたため、両親が離婚したことはしばらく後になってから知らされた。 デンゼルはニューヨーク州マウントバーノンのペニングトン・グリムス小学校でグラマースクールに通いそこで様々なスポーツを足しなんだ。反抗期はひどく彼の行いの粗暴さを心配した母親はデンゼルの数人の友人が少年院に送られたのを見届けた後デンゼルを構成させるために全寮制の寄宿学校に送った。母親が デンゼルの成長期に映画を見ることを禁じていたのも少しでも暴力的な状況から遠ざけるためであった。デンゼルの粗暴な振る舞いは数人の友人が少年院に送られたことを目の当たりにしたことや母親からの教育的指導のおかげで後に改善している。デンゼルは子供の頃テキサス州の高科大学に行きたいと思っていた。このことについてデンゼルは 私は子供の頃マウントバーノンのボーイズクラブで多くの時間を過ごしてレッドレーダースというチームを作った。だから高校生の時私が子供の頃所属していたチームと似たようなユニフォームを使っている。レッドレーダースと呼ばれていたテキサス州ラボックの大学に行ってみたかったんだと語っている。高校卒業後デンゼルは オクラホマ州立大学に通ったものの、興味をかき立てるものに出会うことができずに、すぐに中退した。改めて1977年に、ニューヨーク州、フォーダム大学のドラマ及びジャーナリズム学部に、編入し直すまで、ベビーシッターを含む、様々な職を経験し、その経験は、後の俳優人生において役作りに大いに役立った、と語っている。 大学バスケットボールでは指折りの強豪校であるフォーダム大学で PJ カーリッシモコーチ指導の下でバスケットボールにも熱中し今でも時間を見つけるとバスケットボールを楽しんでいるフォーダム大学でサマーキャンプに参加しそこで寸劇の演出を担当したことから演技に強い関心を寄せジャーナリズムの学位を取得して卒業後 サンフランシスコのアメリカンコンサバトリーシアターで1年間演技を学んだ。最初にプロの俳優として表舞台に立ったのはテレビ映画ウィルマであり映画デビューを果たしたのは1981年のハロー、ダディであった。彼にとって最初の転機となったのは病院を舞台とした医学ドラマで1982年から1988年まで放送された ストリート、エルスウェアである。彼はこのシリーズに約7年間出演し、誠実で有能な若い医師役は注目される大きな理由となった。テレビや映画、あるいは舞台で、いくつかの派役をこなした後、1987年に、リチャード・アッテンボロー監督作の、反アパルトヘイト活動家、スティーブ・ビコの人生を描いた、電気映画、遠い夜明けで、ビコを演じ、 初めてアカデミー助演団優勝にノミネートされた。1989年、グローリーで冷静でありながらも、反抗的な元奴隷を演じて、アカデミー助演団優勝を授与された。同じ年には、女王と祖国のために、で、カリブ海生まれで、イギリスの落下山部隊に戻った男、ルーベン・ジェームスを演じた。1990年夏、デンゼルは、映画、ミシシッピ・マサラで、 デメトリウス・ウィリアムズを演じた。1992年、過去最高の批判と絶賛を同時に浴びた、スパイクリー監督の電気映画、マルコム X で、タイトルロールを演じた。彼が演じた攻撃的な黒人解放投資の役は、彼に、オスカーノミネーションをもたらした。映画、マルコム X は、人世にして、彼のキャリアを大きく変え、アメリカで、 最も尊敬されるべき俳優にまでのし上げた。後に、同じような役のオファーを受けることになるが、型にはまった俳優にはなりたくなかった。彼は、キング牧師のような役を断っている。翌1993年、エイズを扱った映画、フィラデルフィアで、違う意味で、自身のキャリアを危ぶませる役、芸嫌いの弁護士、ジョー・ミラーを演じている。この映画では、 やはりゲイのエイズ患者というリスクの大きい役を演じたトム・ハンクスと共演している。評論家はこれまでのキャリアを犠牲にする覚悟で果敢に難役に挑戦したことを絶賛している。1990年代初頭から中期にかけては評価の高かったスリラー映画ペリーカン文書とクリムゾンタイドコメディ映画ではラ騒ぎそしてロマンティックドラマ映画では 天使の贈り物などに主演、ハリウッドの先導役という地位を固めていった。主役級の人気黒人俳優として予防的に配慮しなければいけない部分もあるようで、1995年の映画バーチオシティでは共演の白人女優、ケリー・リンチとのキスシーンを断っている。インタビューで、ケリー・リンチは偉人主観の恋愛シーンに何の問題もないので、 キスシーンに抵抗はなかったと答えたが、デンゼルは、白人男性をターゲットにした映画で、白人女性とキスをすれば、あっという間に、攻撃の対象にされるからしたくないと答えている。ケリー・リンチはさらに、それはとても恥ずかしいことで、いつか世界が、異人主観の恋愛にこだわらなくなることを待っていると、答えた。似たような状況は、映画、ペリー館文書で、 ジュリア・ロバーツとの間にも怒っている。ジュリア・ロバーツはいつこの人とキスができるのだろうと撮影の真中ドキドキしていたがハグと頬へのキスで終わってしまいがっかりした。何の問題もないのにとインタビューで答えている。こうした白人女優とのキスを断る姿勢は1989年の映画ケ事ジクイーン妖術師の島から始まっている。 この映画では唯一、共演のミミロジャースとキスをしたが、死者で黒人女性からのブーイングを浴びたため、編集に頼んでカットしてもらっている。後にデンゼルは、ニューズウィーク誌でのインタビューで、映画の中で黒人女性とカップルを演じることは少ない、けれど彼女たちは大切なファンだと答えている。しかし1998年、スパイクリー監督作、ラストゲームでは、 ミラ・ジョボビッチとのセックスシーンに挑戦している。1999年に映画、ザ・ハリケーンで3つの殺人事件で告発されて、約20年監獄中で過ごしたボクサー、ルービン・カーターを演じ、アカデミー主演団優勝にノミネートされた。この作品については、史実との整合性について新聞その他マスコミで論争が巻き起こったものの、2000年の ゴールデングローブ賞とベルリン国際映画祭における銀マ賞を受賞した。テレビ映画、奇跡のランナー、ロレッタ・クレイボーンの終盤に出演しており、ロレッタ・クレイボーンに彼女の勇気を称えアーサー・アッシュ・ ESPI 賞を授けている。2000年、ディズニーフィルムのタイタンズを忘れないに主演し、この映画はアメリカ国内だけでも1億ドルを叩き出した。2001年、 トレーニングデーでアカデミー主演団優勝を受賞。この映画では、ロサンゼルス氏の汚職警官を演じる。オスカーを獲得したのは、前作、ザ・ハリケーンで演じた役柄とは180度違う。役でも、正々堂々と潔く演じたからだと批評家は絶賛した。その後2002年、健康保険の問題を鋭くついた。 社会派の映画、ジョンキュー最後の決断マイナスで主演し、最初の監督作品、アントワン・フィッシャー君の帰る場所では、助演を務めた。そして、2003年から2004年にかけては、サスペンス映画、タイムリミット、マイ・ボディガード、クライシス・オブ・アメリカで主演を務めた。2006年3月には、立てこもりの銀行強盗犯を描いた、インサイドマンが公開され、 監督は再びスパイクリー、共演は、ジョディ・フォスター、クライブ応援である。同年11月には、トニー・スコット監督との3度目のコラボとなる、デジャブが公開された。そして2007年には、バーチュアシティに続いて、ラッセル・クローと映画、アメリカン・ギャングスターで共演、4630万ドルのオープニングセールスを記録し、キャリア史上最高のオープニング成績を残した。 監督第2作のグレートディベーター栄光の教室では主演も務めた。2009年にはウォルターマスー主演で制作及び公開された1974年のスリラー映画サブウェイパニックのリメイクサブウェイ123撃突でジョン・トラボルタと共演。この時はデジャブに続いてドニー・スコットがメガホンを取った。2010年に入ると映画では アクション作品への出演が増える。SF 映画、ザ・ウォーカーでは、ゲイリー・オールドマンと共演、監督には、アルバート・ヒューズを迎えて制作された。同作品は、2009年2月に、ニューメキシコ州で撮影が開始され、2010年1月15日に、全米公開された。次に、アクション映画、アンストッパブルでは、再び、トニー・スコット監督とタッグを組み、 共演には、若手俳優のクリス・パインを迎えている。2012年には、アクション映画、デンジャラス・ランで、若手俳優、ライアン・レーノルズと共演し、久々の悪役を演じている。そして2013年、映画、フライトでも、少し狡猾な操縦士を演じ、アカデミー賞主演団優勝にノミネートされ、3度目のオスカーかと囁かれたものの、受賞は逃した。 その後、イコライザーにて、悪役から、正義感あふれる役が復活した。2014年、サンセバスティアン国際映画祭で、ドノスティア賞を受賞した。2016年には、監督、制作を務めた、フェンスでアカデミー主演団優勝と、プロデューサーとして、アカデミー作品賞にダブルノミネートされた。その翌年の2017年には、 ローマンという名の男新年の行方により2年連続でアカデミー主演団優勝にノミネートされた。2005年、シェイクスピア作、リチャード3世以来15年ぶりに舞台俳優業に再挑戦し、同じシェイクスピア作のジュリアス・シーザーでブルータスを演じた。2010年、フェンセズで主役のトロイ・マクソンを演じ、トニー賞演劇主演団優勝を受賞した。 デンゼルは、トレーラーハウスでコーヒーを飲んだり、ハマキを吸っていたりするときは、普段の彼だが、一歩外に出ると、撮影外でも役者になりきってしまう。そのため、映画、マイ・ボディガードの最初の頃、ダコタ・ファニングを、助手席に乗せて撮影外で運転をしても、彼は正面を向いて一言も彼女と話さなかった。彼女の方は、もっぱら台本か新聞を読んでおり、 アイアムサムでのショーンもそうだったから気にしなかったと語っている。1983年映画ウィルマのセットで出会った女優のポーレッタ・ピアソンと結婚。ワシントン夫婦は4人の子供を授かっており、1984年7月28日生まれの長男ジョン・デビッド・ワシントンは2006年の5月にプロフットボールチームセントルイスラムズと雇用契約を交わしている。 彼は、モアハウス大学に、フットボールの特待生として、学費全額免除で通っていた。2020年公開の、テネットでは、主演俳優を務めた。1987年11月28日生まれの、長女カティアは、名門エール大学に入学した。双子のオリビアとマルコムは、1991年4月10日、生まれである。 マルコムは現在ペンシルベニア大学に通いフットボールをプレイしている。オリビアは女優志望でニューヨーク大学に通っている。1995年にワシントン夫妻は南アフリカでデズモンド津ツ,ツ共同席の中で夫婦の誓いを改めて言った。レンゼルは家族と共にテキサス州産アントニオのブルックリク軍病院に入院している。 兵士たちを慰問に訪れた。後日デンゼルは入院している兵士たちの家族を宿泊させるための小さなホテル、フィッシャーハウスズに寄付をしている。2006年10月、デンゼルはハンドトゥガイドミーを表しベストセラーになった。本の内容は著名な俳優、政治家、スポーツ選手などが子供時代のどんな体験が 自身の職業を決める上でどう働いたのかを説いたものである。その本はアメリカの子供たちのために活動する教会から出版され、デンゼルは講演を依頼された。デンゼルは俳優を志す前、大学卒業後の進路について迷っていた時期に、暴風と同じく牧師になりたいと考えたこともあり、現在でも経験なクリスチャンとしても知られている。 また2007年5月20日、モアハウス大学から名誉博士号を授与されている。アメリカにおける人種差別を背景に黒人俳優が長年、型にはまった知能の低い役等という役柄か、エンターテイナー、あるいは家族で見られるコメディ映画にしか出演の機会を与えられなかったハリウッドにおいて、デンゼルは極めて独特な地位を築いたことで知られている。 エリン・ブロコビッチでアカデミー主演女優賞を受賞したジュリア・ロバーツはニューズウィーク氏の取材に対してデンゼルならオスカーを3つもらっても少ないぐらいと評している。またデンゼルとはグローリー、戦火の勇気、マーシャルローとサンドタッグを組み、双方とも全幅の信頼を寄せている映画監督のエドワード・ズオミックも 白人俳優を主役に想定した脚本ばかりが映画化されると同志のインタビューで答えている。黒人らしいお定まりの脇役しか演じる機会を与えられないというのがアメリカにおいての黒人俳優の状況、問題でもあるが、その中でデンゼルは誇り高い黒人、目的を持ち強く冷静に生きていく、男の姿を多彩な役柄で演じ分けることで、 ハリウッドの伝統に抵抗し続けている。1984年デンゼルは第二次世界大戦中の米陸軍における黒人兵士間の対立を描いた映画ソルジャーストーリーに出演した。黒人コメディアンのエディマーフィがハリウッドで大受けしていた時代にデンゼルはコメディだけが 黒人俳優の仕事ではないと主張するため、あえて人種間の緊張を引きずる作品に出ていたので、ある。1970年代後半、まだ駆け出しの新人俳優だったデンゼルは、大先輩で大親友、師匠でもあるシドニー・ポワチエに、君のキャリアは、最初の3から4本の出演作で決まる。自分がいいと信じる役が来るまで待つべきだと、アドバイスされ。 言われるがままに、いくつかの黒人らしい役を断った。その後、社会派の電気映画、同夜明けのスティーブ・ビコ役に抜擢され、オスカー俳優のケビン・クライン相手に一歩も引けを取らぬ、見事な演技を披露して、社会派の黒人俳優だと世間に認識され、アカデミー女演団優勝に、ノミネートされた。現在デンゼルは、他の多くの黒人俳優のようにコメディアンや、 エンターテイナー、あるいは迷惑役として認知されるのではなく、社会派の名優としての地位を完璧なまでに築いた。ありがとうございます。